エドムント・クノルコブナツキは、ポーランドの軍人、准将、ロシア帝国砲兵部長。1924年、フランスの高等軍事学校を卒業。1925年1月から第13、歩兵師団を指揮。1935年2月から第7軍団区、司令官。ドイツ軍のポーランド侵攻時、1939年9月3日、クノル・コブナツキの指揮下に、クノル作戦軍は編成された。9月6日から、クノル作戦軍は、ポズナン軍の編成下に入った。部隊撃破後、ワルシャワに退却し、首都の防衛に参加した。捕虜となる。1945年、米英軍により解放。同年、西側の第2ポーランド軍団に加わる。終戦後、イギリスに移民。ありがとうございます。